はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。本日はですね、先日来ましたリアタイ全国大会をやっていこうかなと思います。で、今回の大会は2つ来て、1つ目はチーム魂杯、こっちは純正用の大会ですね。もう1つがテクニカル杯ですね。これはですね、今回新たに追加された新要素でして、個人のスピリッツが全員同じになります。なので A ランク使おうが、もっと言えば B ランク使おうが、 S ランクの選手と同じスピリッツになります。なので能力の変動っていうのは特殊能力でしか行われません。かなりライトユーザーの方には嬉しい大会になるんじゃないのかなと思います。で、今回ですね、自分が出る大会はチーム魂杯です。ホークス純正で挑んでいこうかなと思います。ではね、せっかく大会が来ているので、まず目標を立てようかなと思います。ここはね、かっこよく1位取ります。で、言いたいんですけど、現実的な話なかなか難しくて、いろいろ考えた結果こういった結論になりました。目標、ホークス純正の中で1位になる、この目標を掲げて頑張っていこうかなと思います。どうしてもですね、純正だけの大会になると球団によってね、格差が出てきてしまいます。この球団が強くてこの球団が弱いっていうのはね、もう仕方なく生まれてしまいます。ただね、この目標を立てることによって、言い訳はなかなかできにくい状況になるのかなと思います。とりあえずホークス純正1位を目指して、今大会は頑張っていこうかなと思います。で、この大会期間中ですね、できればです、 100% とは言いません、できれば毎日大会の動画を1本上げようかなと思います。大会の動画は必ず毎日上げて、プラスで他の動画を上げる、こういった感じで大会期間中1週間ですね、やっていこうかなと思います。今回1日目は初陣です、初戦の試合をやっていこうかなと思います。それではですね、まずやっていく前にオーダー紹介していきたいなと思います。こちらが今回使用するオーダーになります。まず野手から見ていきたいと思います。外野はかなり強力です。シリーズ2のグラシアル、センター、これ TS ですね、すいません、写真変えてるんですけど TS の長谷川選手、そしてライトにはこちらも2019シリーズ1の柳田選手を置いてます。外野はね、かなりなかなかの布陣になってます。で、次内野、ファーストアッキーラですね、中村選手、こちら去年のシリーズ2になります、一応極みになって称号もつけてます。次にセカンド井口選手ですね、もうここは申し分ないセカンドです。で、サード、ここが若干問題でして、マッチなんですけど2017のシリーズ2でスピリッツが2600なんですよね。かなりね、能力は下げられると思うんですけど、頑張って使っていこうかなと思います。ちなみにまだラインドライブです。で、ショートはシリーズ1の今宮選手、突に、育成も途中です、めちゃめちゃ途中です。守備ではね、問題ないので使ってます。で、キャッチャー、こちらも画像を変えていますが2019シリーズ1の海選手です。極みになっていて、やっぱりね、盗塁の面で刺してもらおうかなと思います。キャッチャーにね、甲斐選手がいたらまず走ってこないと思うので、甲斐選手をキャッチャーに置いていて、 DH で城島選手を置いています。城島選手もね、守備能力あんまり悪くないんですけど、やっぱり甲斐選手の方がいいので城島選手を DH で使ってます。で、あとはそうですね、ベンチは周東選手ぐらいかな、使うなら。周東選手かなりね、いろんな複数ポジションを守れるので、守備固めであったりダイソーっていうので起用していこうかなと思います。他の A ランクは適当に埋め合わせてます。で、ピッチャーはこんな感じになります。これを見てもらったら分かると思います。オープニング後取りしてます。もう何試合かすでにやっております。そういった中で、説明していきます。まず先発、千賀選手、武田選手、バンデンハーク、斉藤和美選手、東山選手、ホークスの中でね、一番非表示で強い荒垣選手、私持っておりません。 A ランクすらいません。かなり厳しいですね。荒垣選手が1人いるかいないかでだいぶ変わってくるんですけど、その荒垣選手がいないっていうのはかなり個人的には痛いです。で、中継ぎに岩崎選手、梶谷選手、貝野選手、森選手で、抑えに澤田選手、主に貝野選手を使っていくと思います。ホークスの中で唯一スプリットツーシームスプリットですね、持ってます。そもそもですね、ホークスっていうのは球速いピッチャーは確かに多いんですけど、ツーシーム持ってるピッチャーっていうのがこの貝野選手と、 S ランクで言うとですね、 S ランクで言うとこの貝野選手と、去年の荒垣選手、この2人しかいません。ツーシーム持っているピッチャーがもう格段に少ないのがホークスピッチャーの特徴です。ツーシームがあるかないかでね、本当にね、変わってくるんですけど、その非表示を持っているピッチャーがいないので、打ち勝っていくことにはなると思います。かなり抑えるのはホークスのピッチャー難しいです。なんとかね、その投手の弱点をカバーしながら、打撃でカバーしながら頑張っていきたいと思います。それでは初戦の動画です、どうぞ。それでは1戦目やっていきたいと思います。相手の方は広島純正の方でした。さあ、非表示なんで、投げるときはまだいいんですけど、多分打つときはかなり無言になると思いますが、ご了承ください。非表示はね、本当に集中しないと打てない。
まあ、基本ストレート攻めでいいと思います。まあ、千賀選手の場合、前の動画で言ったストレートの155キロの基準はギリギリ達しているので、まあ、とりあえず非表示はね、ストレート投げまくっとけば抑えれます。で、時たま外角とかに投げてあげると、またおお、当ててきた。で、まあ、追い込んでから、まあ、1球ぐらいね、変化球っていうのを挟んであげると結構振ってくれる人は多いですね。よし、アッキーラナイス。さあ、菊池選手、もう1球ちょっとフォークから入ってみようかなと思います。さあ、見ていきますね。まあ、また追い込むまではちょっと声が裏返ったけど、ストレートでいいと思います。 OK、 ツアウト。さあ、丸さん、マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。ナイスボール。どんどんストレートで押していきます。よし、 OK。それでは打っていきます。相手のピッチャー、クリ選手か。ちょっと待って、球種見せて。はいはいはい、 OKOK。 とりあえず自分の場合は1番から4番で勝負なんで、まあ、ここでどれだけ点を稼げるかどうかですね。よし、構えたところに来ました。さあ、2番はハッセです。まあ、牽制していきますね。キャッチャー多分相澤選手だと思うので、まあ、走れば 100% 決まると思います。あ、今行ってもよかったな。基本のやつは甘い球はね、どんどん振っていった方がいいと思います。一番非表示で打ちにくいのはやっぱりね、ビタビタに決められることなんで、まあ、それをさせないためにも甘い球来たら確実に仕留めていくっていうのがかなり大事になってきますね。おっしゃ、行ったやろ。お、入った。おー、そんな伸びるとはいかなかった。あれ、今広角出てたっけ。あ、今完璧でした。かなり自分の中では完璧でした。さあ、レグナルトさんが出てきましたね。確かツーシームだったっけ。ちょっとあんまり、そう、純正杯はね、なかなか見たことないピッチャーが来るんで、ツーシーム、ハンマーカーブか。まあ、抑えるのはこの2つですね。ハンマーカーブってどうなんだっけ。ドロップカーブ的な、ナックルカーブ的な、どっちだ。うん、ツーシームやっぱ B だっけ。 B か、曲がりますね。 B になるとね、かなり曲がるけど、ストレートがないだけマシかなと思います。非表示はですね、ストレートと非表示の使い分けでもかなり抑えることができるので、そのストレートがないってだけでかなり張りやすくはなるんですけど、捉えれませんでしたね。さあ、4番はギータ。あぶね、あぶね、あぶね。今のは手出すためじゃなかった。やっぱツーシームは BR だけで強い。よし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 。さあ、チェンジアップと、あとスライダーだったっけな、高速スライダーだったっけな、全然曲がらないので、そこも注意ですね。あー、手が出ない。あれが強い。ボールからストライクに落とすのかなり有効ですからね。これはボール球だけど落ちた。よっけい、ラッキーラッキー。さあ、ここからスピリッツがガクンと落ちます。2900、城島選手、まあ、打撃能力いいんで、まあ、スピリッツ差はまだいいかな。あ、やばい、振っちゃった。非表示の、ね、神経の使い方えぐいですね。オッケーオッケー。やっぱストレートないだけマシですね。今のコースにストレート来たらかなり打つの難しくなってくるんで。待って待って、ごめんなさい、違う、今のは違うんだ。あぶねたまにありますよね、ゲッツーつまずくとき。集中しろ。さすがに城島選手では走りませんぞと。そうですね、なんかナックルカーブかな、やっぱりハンマーカーブは。ちょ、若干ドロップカーブの軌道でナックルカーブ、ちょっと言ってる意味が分かんない。ボールか。ツーシーム B えげつないですね。かなり打ちにくい。おお、よく見た。危ねえ。あー、あげちゃった。
そうですね、とりあえず、まあ、2点先に取ったのはでかかったですが、いやレグナルト選手かなり打ちづらかったです。やっぱツーシームはね、ビージョあるだけで違う。何回言うんだそれを。いや千賀選手もですね、今年のシリーズ2の千賀選手を使いたいんですけど、まだ出てないんで、今年のねシリーズ2の千賀選手は絶対に強いんで、まあ、それですね、やっぱ千賀選手をゲットするだけでもかなりホークス純正としては戦いやすくなってくると思います。かなり違うと思います。まあ、例えば、うわ落ちた。まあ、例えば日ハム純正でいう大谷選手、まあ、そういった選手が一人でもいるだけでかなりね楽に戦えてくるんで、ちょっとストレート使いすぎかな。一球カットボール挟みます。これで不意に来るカットボールなかなか手出しにくいんで、まあ、ボール先行しちゃった時とかは不意をついて使ってあげるとゲッツー取れない。なんかね風邪ひいてね、なんか喉の調子がおかしいんですよね。オッケーパソオッケー。さあバティちゃん、ちょっといろいろのバティちゃんはあれですけど、あれとか言っちゃダメ。甘い、危ねえ。たまにストレートが甘く入る時があるんで、それはなかなか注意が必要。オッケー、厳しいところに投げとけば打たれることはあんまりないです。さあそれではスピリッツが2600なのでかなり下げられますが、レグナルト選手そろそろ打ち崩したい。まあ狙うのはツーシームだけですね。ふう、手が出れー。おっしゃ入ったかな。うぃー、マッチのフォロースルーかっこいい。ラインドライブでも打てます。スピリッツ2600でも打てます。いやー今のはなかなか良かったですね。はい、さあだいぶスタミナが切れてきたと思います。そろそろ変えますね。さあ中崎選手が出てきましたと。いやムービング持ってるんですよね中崎選手。 C だっけ。いやなかなか打ちづらいですね。 OK なバッチ。さあ9番ですね今見。甲斐選手もねシリーズ2でパワー B に乗ってるんで、欲しい出すな欲しい出すな。なんかこういったね純正でね試合やってると、なおさら純正の強化っていうのはやっていきたいなって感じるんで、純正でね本当に強いオーダーが作れるように頑張っていきたいなと思います。特にですねホークスでいうとシリーズ1のね上林選手欲しいですね。あの人ライト適正 A なんで、シリーズ1しかもね、あの人ね打撃フォームがすごい打ちやすい。林さんのね打撃フォームすごく打ちやすいんで、さあ一発出れば終わる、狙います。さあなかなか集中しております。オッケーオッケー、広角広角の力です。さあこれは足の速い2人ながら、よしよしよし。さああと1点決めます。もう決めたります。おっしゃ、あーボール球だった。ただいや走るな走るな、よしよしよし。鈴木誠也選手は絶対刺される。さあ出てほしくなかった超タイピンが出ました。これでツーシームじゃないムービングファーストが A になるんで、かなりえげつない変化になると思います。さあなかなかえぐい曲がり方してますねやっぱり。これはさすがに犠牲フライ十分。 OK 勝ちました。